これはすごいですね。これは後期なんですよ。はい、どうも。ありがとうございます。綺麗に作られてんな。これ何か様子がおかしいぞと思ったら、はい、こんにちは、車小僧です。めちゃくちゃね、刺さる車見つけちゃいました。もう車見てください。ドーン。これはすごいですね。セルシオの20系ですね。前期になります。かなり手数多そうです。作り込まれてますね。これまあオーナーさんというかね、作った社長さんお越しいただいてますので、いろいろ聞いていきたいと思います。カメラから逃げてますけど、ようやく出会うことができました。はい、どうも。ありがとうございます。社長、差し支えなければお名前とショップのお名前も。Gスターズと申します。よろしくお願いします。Gスターズよろしくお願いいたします。社長、もう見つけちゃいました。すごい、僕の車小僧チャンネルに刺さる、はい、しかもすごい、今や少なくなっちゃった20のセルシオ前期、はい、あんまり好きじゃないですよね。本当ですか。悪い先輩が乗ってた車ですよね。あ、そういうイメージもね、強いです。強いですね。いやー、これすごい。これもあれですよね、そのままの20前期でよろしいですよね。これは後期なんですよ。え、後期ベースの前期、はい、逆移植っていうのも変なんですけど、通常、はい、まあみんな車買って前期買って、はい、後期にするような感じだと思うんですけど、はい、後期を前期にしてます、はい。これってオーナーさんからのご希望だったんですか、ではなくて。あ、これは希望です。本人の希望です。そうなんですか、はい、それはなんですか、やっぱ後期のなんですかね、性能で前期の顔がいいみたいなっていうことなの。いやー、どうなんでしょうね。前期でも4速後期5速ですよね。あ、そっか、ミッション変わってくるんですもんね。はい、はいはい、なるほどなるほど、いいな。5速の前期ってないわけですよね、はいはい、いやー、これはすごいですね。これって年式は何年式そうなるんですか。これ12年、12年式になるんですね。だ、前期の最後ぐらいになるのかな。あ、じゃあ11年とかなのかな。あ、それぐらいなんですね、はい、もう作ったばっかりって感じですか。これはできたばっかりです。あ、1ヶ月まだ経ってないです。あ、そんなレベル、はい、どうでした、オーナーさんのリアクションは。大喜びですね、はい、そうですよね。これはね、誰もが、特にこの今の時代ね、令和5年にこれ、ね、素晴らしいですね。レンズカットのあるヘッドライトあたりがもうなんか新しいですよね。そうですよね、あまりもう最近見ないですよね。仕上げた社長もこのレンズをクリスタルとかにせずに。そうですね、もう本当このままのオリジナルのままで。そういうことですよね、はい、これはすごいな。ちょっと車実際もうちょっと近く見ながら教えてもらいたいですけど、またこのボディカラーも絶妙な、はい、ちょっと深いレッドも入って、ワインがちょっと入ってます、はい、何色ってあるんですか、なんか元々ある色が。これは、LS、現行の LS500 の純正色になります、はい、そうなんです、はい、LS500 現行型のですね。現行です、うん、新しいものをなんとなく取り入れたり、うん、古いものは古いままみたいな感じで。そうですよね、はい、だからグリルだとかはそんないじらず、そのままオリジナルのままで色だけ塗ってるっていうような感じです。そうですね、はい、すげえなー、すげえなー。ボンネットとかはそのままですか。ボンネットはウォッシャーノズルを埋めてるぐらいですね。おーおーおー、って言われてもら見てみたら、これワイパーもついてないですね。ワイパーないですね。ワイパーレス、ワイパーレスってことはもう相当フロントガラスはもう撥水コートか。雨の日乗らない。雨の日大体当たるんですよ。雨に当たるんですよ。イベントとかイベントと遠征って大体雨に当たるんですよ。切ないんですよね。頑張るしかないってこと。頑張るしかないですね。はい、それはもうやっぱりあれですか、引き算じゃないですけど余計なものを外すという。そうですね、うん、引き算ばっかりして何もついてない、つかなくなるかもしれないですね、もしかしたら今後ね、はい、すげえなー、つるんとしてるよね、はい、そしてこれフロントバンパー、これフルバンパーですけど、はい、これも完全オリジナルのエアロになるんですか。そうですね、ベースはあるんですけど、はい、ベースはもうほぼもう原型がないんで。そんな感じですよね、はい、結構角張った、カクカクしてる方がかっこいいかもしれないですね。ここら辺がね、カクーンとしてる感じが、はい、下のフォグっていうのもこれ他の車種流用になるんですか。これは30セルシオの後期の純正ですね。 あえて中の、はい、分かります、これもともと中、これみんなクリアのフォグに変えちゃうと思うんですけど、はいはいはい、これ純正だから、はい、中これ黄色のレンズ、お、入ってますね、残してるんですよ、あえて。あのカバーが入ってるタイプですね。そうです、もうよく電球じゃなくてね、価値悪いやつですね、カラ割りってやつですか、はいはい、それをやらずに、やらずにそのまま。いいな、この時代の前期だとここがフォグになるんでしたっけ、はい、一応。そうです、そうですよね、はい、縦のものね、はい、綺麗な顔だな。ちょっと自分で言うのもなんですけど、はい、かっこいいですよね。出来上がりましたね。かっこいいと思います。どうですか、こう、まあ、いろんな意味で20前期が嫌いな社長も、はい、仕上がったこの姿見たら、あれかっこよくなったな、これなら乗ってもいいですね。やっぱ作る方もね、仕上がってみないと、はい、全体的雰囲気そうですね、分かんないし。あ、いや、かっこいいですよね。でまたこのレッド使ってても曇ってくるともうね、
もう夜なんて黒ですよね。そうですね。それは大成功ですわ。ありがとうございます。ちょっと再度見させてもらいます。すげえなー、綺麗に作られてんなー。うわー、このサイドのエアロの作りだとか、もうこういうのはオーナーさんの注文というよりかもう社長のセンスというか。そうですね、僕の好みですね。好みでね、はい、作っていく中でライン入れたりだとか、はい、すげえ。そしてチョイスされてるホイールもね、これ ME ジャパンになるんですかね。ジャパンです。ますね、はい、いい感じ。これサイズはどんな感じのサイズ。フロント 10.5 のリア 11J。 フェンダーも出してますよね。フェンダーは、アーチ上げして4センチ出てます、はい、どれぐらいアーチ上げてるんですか。これフロントで9センチ弱ぐらいは上がってると思います。本来であればもう被ってるわけですよね。そうですね。かといってこれアーチ上げってすごい難しくて、上げすぎてなんか不格好になっちゃうんですよね。そうですね。車が薄っぺらいんでね、はい、この方だともうそんなにここ薄っぺらい感じしないですよね。いや、うまいっす、うまいっす。不自然じゃないっす。ここの距離が短くなっちゃうと変な感じに見えちゃう、ね、そうですよね。すげーなー。こう出してね、耳つけて、今日もそれこそ現行のプリウスあると思うんですけど、はい、現行のプリウスとか現行のクラウンって実はこれアーチこう内側にこう巻いてるのを。わかります、はい、やってるんです。あ、そういうことなんですね、はい、それを今ねカスタマイズされてる方は出しちゃうんですよね。そうですね。出しちゃう。だいたいフェンダーやるとハの字になっちゃうから、はい、そのまま僕サイドカメラマンさん撮ってもらおうか。これ何か様子がおかしいぞと思ったら、これドアパネルがもうないです。なくて鉄板で埋めてます。鉄板で埋めてドアを下に伸ばしてます。だからそのサイドステップと言われる部分が薄いんですよ。薄いですよね。とにかくそこを薄く作りたかったんですよ。すげー。これもう繋がってんすもんね。そう、繋げてます。一体型だからもう外れません。そういうことですよね。フェンダーが外れません。はー、これはすげーわ。これフェンダーとかなんかなっちゃった時大変なのか。交換はまずできない。交換はできない。常に修理です。修理ですよね。社長うまいわね、このゆず肌。こういうの意外とやってる人って少ないんですよ ね、 これはね、こういう業界でどうしてもなんかつるんと、ね、つるんとツヤも出しちゃう方ですよね。そうです ね、 いやー、サイドもまたこれすごいな。ドアハンドル、そしてこのドアのね、このポケットっていうのかな、これはもう完全に他車種流用ですね。そういうことですよね、はい、これは何の車、サンマルとかではないですよね。これはムーブですね。ムーブ、新しめな年式のムーブ、はい、のアウターハンドル。これはもう社長のアイデアで。いや、これは本当に探すのすごい苦労して、何がいいかなっていろいろ探して、はい、一番薄いハンドルをつけようと思ってこれにしました。あ、なるほど。結構サンマルとかのこう出っ張っちゃうってことですね。そうですね、はい、すげえ。それでもうムーブだみたいな。これあえてシルバーなんですよね。あえてシルバー、ここの外すところがまたいい感じなんですよね。これ以上やったらちょっともう変なになっちゃいますけどね。だってここ同色だと重いでしょうね。重いと思うんですよ、ぬるんとしすぎて。そうですよね。これはすげえわ。ドアハンドル、ナイスアイデア、素晴らしいですね。そしてサンルーフがついてね、珍しいですよね。そして僕今気づいたんですけど、20ゼ後期って屋根こういう段差ってありましたっけ。ないです。カメラマンさん、これ取れるかな。えぐってます。あ、えぐってんすか。えぐってます。あ、鉄板を落とし込んでます。落とし込む、すごいな。切ってるわけじゃないですね。切ってんですか。やっぱ切って落とし込んでます。前の方が標準のラインですよね。そうです。こっちも落としてる。はい、すげえな。そうすると全部落としてるんですもんね。サンルーフも全部、ね、はい、はあ、これはもう社長の楽しむポイントですね。これオーナーさんからただ好き勝手やってるだけですよ。好き勝手やってるだけ。だけどこれはすげえわ。これは見どころと配信するポイント満載です。かっけえわ。でもね、メッキ関係はもう全部埋めて。だいたいここみんなね黒くしたんですけど、黒か、はい、まあ、そうですね、カーボン入れてみたりとか、メッキかみたいな感じなんで、はい、あえてここちょっと同色にしてみたんですよ、うん、どんなもんかなと思って。なんか意外といいですよ、ね、悪くないですね。これはこれで悪くないです、うん、あえてバイザーとかつけてないから、うん、すごいまとまってますね。うわー、もうこのね、なんぞ僕大好きなのこのラインね。ちょうどいい隙間、ここまでの綺麗に入ってるな。フェンダーアーチ、これはすごいわ。でやっぱり車高もここで止めるわけですね、こういうイベント用でもね。さすがでございます。下げればいいってもんじゃないですよ。うん、やっぱり程よい感じで。程よい感じでね。これアーチ上げてみますよね。アーチこれリアは13センチぐらい上がってんすか。だけどそんな変じゃないです、ね、変じゃないです。いや、そんなに上がってんだって感じですね、見て。いや、もうこだわりがすごいな。で、この火が詰まってますね。詰まってなんすか、このリアス
ですね、この好きが詰まってますね。詰まってます。もう聞きたいポイントいっぱいありますし、多分聞き漏らしもいっぱいあるのかな。これもこれなんか原型があってのないです。1からです。1からですか。はい、全部スムージングされて、このピョっていうのもね、はい、上から見るとのとね、これ実際後ろから見るのと全然違うんだよね。これそうなんです、うん、全然違う。いろんな角度から見てもこうなんか楽しいような、はい、楽しめるような感じにしたい。そうですよね。見てて僕楽しいですもん。唯一このトランクフードだけですか、はい、後期を使ってるのは。あ、なんか違うんでしたっけ。この段差が、あ、ここですね、はい、あるんですよ、はい、前期はないんですよ。あ、前期もそのままフラットなんですね、はいはい、あ、これ見極められた人はセルシオ2ですね。そうです ね、 ね。そしてまたこのリアのバンパーもでかいですね。でかいわこれは。漁船みたいです。ストーンとね。漁船です。そしてあえてマフラーレスと。はい、今いないですよね。いないです。少ない。やっぱりね、出したいですよね。なんか古い車はやっぱりレスにしたいですね。あ、どちらかといえば。そういうことですね。はい、あえてね、はい、これ足回りってエアサスなんでしたっけ。エアサス。エアサスですね。はい、テールをもう純正で。純正です。LED 打ち込んだりはしないです、ね。してないです。もうあえてその辺は、はい、オリジナルのままで。かっこいいわ。あと社長、内装もちょこっと見せてもらってもいいですか、ね、ついつい20前期って言っちゃうんですけど。おお、革なんですね。ノーマルでね。これベース車両は結構探したんですか、たまたまいいのポンと出てきた感じですか。いや、本人探して買ってるんで。あ、そうなんですね、はい、それで持ってきて。あ、そうです、そうです。あ、そんな感じなんですね。綺麗な、すごいわ、全部オリジナルでいい感じでございます。ドア開けたところ見ると分かりますね、ドア伸ばしてる。あー、ここですよね、はい。だって本来ここら辺でゴムパッキンがついてるんですもんね。いやいやいや、ありがとうございます。これは久々に見たな、ここまでこうやって当時仕様をそのまま再現してるわけじゃなくて、ただちゃんと当時の僕みたいなおっさんも食いついちゃうような仕様、今風な感じもなんとなく取り入れたりもして、はい、新しいような古いような、はい、みたいな感じで。そうですよね、はい、これはなかなかセルシオ前期ではレベルが高い域だな、はい、僕の今チャンネルを収めさせていただいている中でもありがとうございます。もう今後あれですかね、もうオーナーさんも大喜びで、もうしばらくはこの車をイベント出したりって感じですかね。そうです ね、 ね、車構造チャンネルもちょっと頑張って、ぜひ社長のホームのね、はい、北海道来てください行きたいと思いますので、はい、いや本当に社長ありがとうございます。いい、引き続きぜひ車構造チャンネルご好意に、はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。Y33 のシーマに、じゃあ内山で、内山さんこのホイールの履かせ方とこの感じ好きなんですよね。かっこいいわ。綺麗だわ。しかもうわ、極上車じゃないですか。そうなんです。よろしくお願いします。